指名おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちから教えてください。率直に、嬉しいのと、これからもっと、気合い入れて頑張れないといけないなと思います。ドラフト会議が始まって3時間25分が経って名前が呼ばれました。どんな風な3時間25分でしたか？そして最初から、ずっとドキドキで、結果的に選ばれたんですけど、ちょっと、時間が遅くなってしまって、皆さんに申し訳ないなという気持ちです。呼ばれた瞬間はどっと大きな声が湧きました。その瞬間の気持ちも改めて教えてください。そうですね、素直に嬉しいのと嬉しいが一番大きいですね。はい、大柄の、大型の投手が続いているというのが放送でも続いていたんですけれども、何か予感というものは自分の中でありましたか？いえ、そんなようなものはなくて、そうですね、祈るだけだなというような感じです。指名を受けるソフトバンクホークス、印象を教えてください。そうですね、育成の選手でも、1軍で活躍している選手が、多いという印象です。自身のピッチャーとしての、自分のいいところ、アピールポイントっていうのは持ち味はどんなところになりますか？そうですね、アピールポイントは、球威、ストレートの球威です。どんなピッチャーになっていきたいですか？そうですね、流れを、変えるようなピッチャー、流れを相手に渡さないようなピッチャーになりたいと思います。目標とするピッチャーはいますか？そうです、元ソフトバンクホークスの、サバテ投手。なぜですか？で、長い、4年か5年ほど、守護神を任されて絶対的な、守護神だったので、そのような信頼される投手になりたいです。投手としての役割では目指すポジションというのはあるんですか？最終的には、最終回を任されるようなピッチャーになりたいと思います。せーの、はい、バンザーイ、バンザーイ、バンザーイ。いいかな。はい、ありがとうございます。はい、こんにちは。